やっと来ましたね。はあ、待ちくたびれました。やはり私の先生術に間違いはありません。さあ、ついてきてください。おいおい、飛び込み営業の占いけど、そういうのいいから。あなた、この世界の人間じゃありませんね。なんでわかったんだ。私が使うものこそズバリ正真正銘の先生術だからです。他に質問がなければ出発しましょう。はあ、面倒ですね。ゆっくり説明するのでちゃんと聞いててくださいね。私はアストローギスト・モナ・メギストス。名前が長くて覚えにくいのでモナと呼んでください。私は先生術師。今は師匠の代わりにある箱を取り戻しにモンドへと向かっているところです。あれは師匠とその友人が50年前に交わした約束。ただ師匠は年で体も老いてしまったので、私が代わりに取りに行くことになりまして。箱を取り戻すって、オイラたちとは関係ないだろ。なんでオイラたちも一緒に行かなきゃいけないんだ。それはほら、箱を保管している人と勝負するためです。師匠とその友人は生涯をかけて神秘学について競い合ってきました。ですが勝負がつかなかったそうなんです。だからこほん、正確に言うと先生術の実力と地位を証明したいんです。ですが私が占ってみたところ、師匠の友人は現在モンドにいないみたいなのです。今箱を保管しているのはその継承者。きっと私のようにその継承者も自分の師匠より優れていることでしょう。決して油断はできません。今回の勝負は何が何でも勝ちたいと色々考えた結果、あなたのことを思い出したのです。師匠から受け継いだ知識は代々伝承していかなければなりません。もし向こうの継承者に会うとき私が弟子を連れて行ったら、それだけで一歩リードできているじゃありませんか。それにあなたはモンドの英雄、肩書きとしては申し分なしです。だから本当の弟子じゃなくて弟子のふりをしてくれればいいんですよ。それに私と一緒に箱を取り戻すことはあなたにとってもメリットがあるんです。向こうの継承者に会ったら知識の交流をすることになります。そしたらあなたの運命がよりはっきり見えるようになるかもしれません。今まではっきりと見えなかったことが見えるようになるなんてこともあります。確かに国を一つずつ探していく手間が省けるぞ。ふん、それこそ賢い選択です。では参りましょう。でもここを出る前にちょっと寄りたいところがあるんです。天候山に小さな宿屋があります。そこ